彼優秀なんで、まあ、でもまだ若いし、うん、あのこれから、ね、新栄工業の中核を担う人材になってもらいたいから、はい、まあ、腰腰痛ぐらいで辞められたくないと。いや、そうですね。そう。だからもうその話を聞いたときに、もうすぐに藤田さんに電話して、はい、アルケミスを試させてくださいということをお願いします。こんにちは。アルケミスの藤沢です。今日はこちら、新栄工業さんにアルケミスの納品に参加ずっとやっぱ立ってやる。そうですね。今回まあアルケミスを導入されるということで、はい、実際使ってみてどんな感じですか。やっぱりあの前傾姿勢にならないので、うん、だいぶあの、まあ、重心が、まあ、前に行かないのでだいぶ楽です。もともとなんか 腰が腰痛を持たれた。そうですね、はい。あれで使った場合だと良さそうな感じがしますか、ね、そうですね、はい、だいぶ軽減はされると思うので。はい、はい、アルケミスご購入ありがとうございます。もうこの日を待ち焦がれてました。本当に、こうあの導入のきっかけみたいのはあったんですか。導入のきっかけは従業員と定例的に面談をするんですけど、もう面談をした時にまあ、そこにいる従業員の田中から、はい、こうヘルニアがきつくなると思う、普段の作業が継続性がちょっと厳しいって、でまあ、今の仕事ができないみたいな悩みを相談されたときに、まあ、彼優秀なんで、まあ、でもまだ若いし、あのこれから、ね、新栄工業の中核を担う人材になってもらいたいから、まあ、腰腰痛ぐらいで辞められたくないと。いや、そうですね。そう。だからもうその話を聞いたときに、もうすぐに藤田さんに電話して、はい、アルケミスを試させてくださいということをお願いします。はい、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、本当にやっぱり長く使っていただきながら、もしもっとこうしてほしいっていうのはどんどん言ってもらって、はい、一緒に私たちもどんどん改善していきたいですし、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。